こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も主婦の友社出版の前後便利帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は漢詩傑です。出典は無門漢です。雲門全詩にある層がいかなるか、これ仏、つまり仏の教えとはどのようなものでしょうかと質問したところ、雲門は漢詩傑と答えました。漢詩傑とは乾いたクソのついたクソカギベラのことです。これまた随分ひどい言い方ですが、要するにこの漢詩傑といい、ハサボンやハソウメイといい、また銅山の魔三銀といい、質問者の仏という妙想にとらわれている心を断ち切るために、そんなものは何の役にも立たないものだと一蹴しているのです。それでは今から漢詩傑を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。